ご関心はチケットにありますね。そのきっちり3人で終わりましたけどね。発電会社として CO2 排出量ゼロに挑戦するセリーグ公式戦のタイトルパートナーです。絶対実現できない。絶対なんて誰が決めた。 CO2 が出ない日を作る。ジェラは2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。ジェラ手拍子応援で盛り上げていきましょう。今日も応援よろしくお願いします。今日も読売ジャイアンツを迎えてのゲームとなります。当会員だけのスペシャルプレゼント抽選もあります。株式会社ジェラよりつば九郎サイン入りクライマックスシリーズ公式試合球を5名様にご提供していただきました。こちらの応募方法はスワローズクルーマイページの上に応募バナーがあります。この応募バナーから今スーパーカラービジョンに出ている、皆様の健康と安心のためにご協力をお願いします。マスコットつば九郎の登場です。さあ今日のつば九郎の一言いきますよ。スーパーカラービジョンズームアップいきましょう。ジェラ CS ファイナル第3戦、本日もたくさんのご来場誠にありがとうございます。はい、初戦2戦と取りましたがまだまだ終わっていません。はい、あと一つ勝ってやっと東京リベンジャーズです。東京リベンジャーズね、マッチは仕切った審判員ではないということでね、はい、アニメですね。はい、今夜の相手は、大人気会社のようなメルセデスです。メダリストです。はい、こちらも金なら2人、銀でも1人、なんか銀さん銀さんみたいですね。東京、オリンピックのメダリストがいます。土日のチケットをお持ちのお客様は申し訳ございませんが、はい、今夜メダリストの勝負強さを見せつけてやりますと。はい、そうですね、拍手も送っています。土日のチケットをお持ちの方は払い戻してくださいと。はい、ちょっと先走ってないですか。はい、ジャイアンツの、金メダルの坂本選手はしばしお休みください。はい、うちの原投手が今夜掟破りのグータッチで締めくくりますということで、つば九郎の仕事、つば九郎はエンジンに向かっていきました。さあお待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより2021ジェラクライマックスシリーズセファイナルステージ東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ第3回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻のジャイアンツ1番セカンド吉川直樹、1番セカンド吉川直樹、背番号Swallows official dancing passion with a welcome performance.
行います。Now the managers will exchange the roster sheets.東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ第3戦、ノーマブラックファイバー